アリサです。はい、ユナです。はい、リナです。ところで皆さん、はい、はい、2学期が始まって、はい、ちょっと経ったよ。2学期が始まって2ヶ月くらい経ちました。はい、はい、それくらいかな。2ヶ月が経ったとします。はい、そろそろフィットボクを新しくしたくありませんか。したい、したい。ということで、アリサが原宿の竹下通りでデデン、エアコンを買ってきました。イエーイ、イエーイ。紹介していきます。イエーイ、イエーイ。ティアラチャンネル、それではスタート。はい、行きます。ハロウィンということでね、なんですけど、これあれだよね、ゲームのやつ。なんかゲームのなんかファミコン。そう、ファミコン。なんかこうガタガタ系のやつ。かわいい。なんか骸骨？めっちゃ怖い。骸骨？なんかハロウィン怖いね。ハロウィン。まあまあそんなもん。ビゴハロウィンだよね。じゃあ一つ目。一つ目。じゃあ本題行きましょう。あ、フィデバクです。はい、フィデバク知ってます。シースルです。なので中身がありますね。これはクリアポーズで1350円です。おお、なんか安くない。どこで買った、うん、これは2個。じゃじゃん、フィラーです。おお、かわいいね。これね、本当は白のところが青色なんだけど、うん、白でね、女子力っていうかピンクピンク、ね、かわいいよね、うん、じゃあ次行きます。あ、まだあるのね。まだあるの。そうだよ、それでおこだけじゃ終わらないよ。じゃじゃん、これは、これは猫ちゃんの定規、はい、キンキラの定規です。おお、キラキラ。これはね、え、かわいい。なんかよだれたらしてる。お腹空いたんじゃない、ね、うん、そうだね。あと細くてコンパクトで使いやすそうです。はい、あとかわいいから透明で見えると思う、これで、うん、いいね。こちらは300円です。おお、次いきます。もうほぼ300円。イエイ、じゃじゃん、注射器。めっちゃ、そう、ピンクと青と黄色とオレンジがあります。めっちゃ可愛い。いや、シャーペン。あ、シャーペンなのね。シャーペン、違う、カラーペン。違う、カラーペンです。カラーペンです。ごめんなさい。ソーリー、ソーリー。安いのに可愛いね。次、次ですね。はい、じゃじゃん、これはほら、あ、なんかわかるか、ロケットペン、ロケット鉛筆みたいな感じで。かわいい、なんか虹色って感じ。そうそう、今ね、虹色が流行ってるっていうか、レインボーが流行ってるから、レインボーちょっとトレンドをね、入れようと思いまして、うん、これも300円なんだ。ぴったりだね、この中にね、見てて、見てて見えるし、うん、あと安い、かわいいし、安いし、いいね、いいね。まだあります。イエーイ、はい、せーの、じゃじゃん。お、こちらも蛍光ペンです。かわいい。これはコンパクトだからいい、ね、いいと思う、うん、いいね。見たことあるような気がする。で、このシールなかった、シールで見えないから、うん、後で開けますね。はい、かわいい。これも300円。おお、次行きます。せーの、ズレン。これがアクションアクションとかのね、なんか映画撮影用の、そうそうそう、なんか、みたいな、なんだと、なんだと思う。わからない。え、なんかズレン、え、ペンかわかんないけど、あとで開けて。付箋じゃない、それ付箋じゃないんだよね。え、蛍光ペンか入ってるのかな。どうしてもわかんないから、後で。楽しみです。後の楽しみか。じゃあ最後、最後、おー、これみんな笑ってほしい。笑うね。笑うの、うん、普通に笑います。うん、笑っちゃう。いいじゃん。一斉のせ、はい、はい。これはお寿司のサーモンの、りなちゃん好きだって。あ、違う、りなちゃんのサーモン好きだって。りなサーモン大好き。りなもサーモン好きです。いいね、サーモンの付箋をあります。刺身だね。いいね。ガリとわさびかな。本当だね。これガリって思わなかったらさ、これさ、梅ジュレかと思って。梅が好きだからね。まあね、うん、まあ、まあまあまあ、わさび面白い、ね、最近わさびをね、つけてお刺身につけて、うん、お寿司は、面白い。カラッポー、イエーイ。ということで、今から開けていきます。それが、うん、こちら、ティアラチャンネル。で、これみんなにあげるね。やった、イエーイ。これめっちゃ好き、めっちゃ大好きだから。これがこれめっちゃ好き。あー、やばい。3人で分けれるものは、
分けましょう。うん、プレゼントしたいと思います。じゃじゃん、こちらです。結構いっぱい入るね。うん、じゃあ今から筆箱紹介の手、手で、うん、じゃあこれはね、ほんといっぱい入るし、見えるから大好き。で、じゃあまず、ちょっとアリサが早く紹介したくなかったから、早くしよう。なんで？はい、いきまーす。じゃん、いきます。はい、こちら。おーびっくりした。すごい。あ、終わった、終わった。じゃあ、これは何か、開けれる？開けれる？え？いきます。はい、おーペン。すごい、ペン。かわいい、ペン。ピンク。じゃあ次は、なんだろう、はい分かっちゃってると思うけど、黄色。めっちゃ蛍光色っぽい。キラキラ輝いてる。オーラがすごいね。はい、では次のですね。はい、せーの、カシャ。いいよ。あららららら、ら大丈夫かな。暗いな。おお。はい、緑。おお、緑。緑、うん、あ、緑。緑。緑。三色あって、ストーリーが一つまとまってるから、いいね。ね、しかも可愛いしさ。できれば授業中にカパ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 。怒られそう。うるさいって言われるよ。うるさい。テイク2ってやる。そうすればいいんだよ。おー。おー。あきちゃんが映画化になった。次行きましょう。監督になった。次は、はい。はい。これさ、ピンクとか紫とか緑って思うじゃん。うん、でも違うの。え、じゃあまず紫の色の方からね。うん、これは青。青、いいね、この色の組み合わせ、ね。あとね、小さいからいいよ、ね。ハロウィンみたい。かわいい。確かに。じゃあこれはなんだ、黄色。違う。ピンクです。ピンクだ。え、ピンクだ。そうですよ。ピンク。じゃあこれは違うね。そうですよ。こっちはピンク。うん、じゃあこっち。はい、最後。それはそれは、なんだ。あ、開いた。緑。イェイ、緑。サングラスで大好き。かわいい。あとさ、パッケージのさ、この絵がめっちゃかわいいんやけど。うん、確かに。ね、おもちゃマーク。うんうんうん。めっちゃかわいい、めっちゃかわいいね。じゃあ、次、いきます。いっちゃおう。次は、定規ね。定規、猫ちゃん、猫ちゃん。かわいい、ね。足みたいになってるよ、これ。うん、お、足じゃん。足長長い。しかも足何センチまであると、これはね、15センチまであります。おー、いいね、いいね、いいいいいい。イエス。次いきます。せーの、じゃん。これは何でしょう。注射器じゃなくて、ペン。待って、これがね、黄色。黄色のペンだね。そうね、ここって押せると、ここは押せない。押せない、押せないけど、まあ、かわいい。うん、じゃあ次はオレンジ。でもちゃんとね、これメモリもついてる。そう、すごいすごいね、細かいね。ね、ほんとに。チュッします。やだやだ、ペンです。なになになに、ありそうだね。やだやだ、ペンです。次はピンク。ピンク、ピンク、かわいい。うん、しかも結構使う色だよね。ね、確かに、うん、なんかピーって弾いて、なんかピンクってわかりやすいよね。そうそう、あと目立つ大事なところとかにね。くるくるくるー、花丸、花丸。じゃあ最後、最後、青。青、これは問題とかよく使うよね。4本すっね、300円。こう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 。これは4本セットで300円だから、やばい、1本8 10円くらいくらいだよ。いいね。うん、じゃあ次行きます。はい、はい、次は何だろう。じゃん、ロケット鉛筆。ねえ、ですね、これね、うん、この赤のところは黒ってわかるけど、うん、他のところは何色なんだろうと思うんだよね。うん、じゃあやってみよう。じゃあ行きます。はい、カチャ。あ、黒、黒ってことは、でも黄色っていう時もありえるかもしれない。ねえねえねえ、赤とかあるよね。あ、俺じゃなかった。黒、黒。せーの、お、黒、黒、黒。いや、まだまだね。まだわからない。次は白とかです。なんで白、黒、黒、黒。でもさ、こんなにあるからいいよね。いいよね。赤がさ、俺たとしても
でも上にさ飾れるけどね。そうそうそれはちょっとやりすぎ、はい、黒です。しかもさこれさ、うん、3本でさ300円だから1本100円。あとこれさ一緒だから友達とねお揃いにしてもイエーイ、カチカチってさ学校に持って行きたいけど持って行っちゃいけないよね。うん、そりゃね中学校になったらいいと思う。いいかな。じゃあ次行きます。イエイ、いい。最後あ、落ちてゆなちゃんがだー好きなサーモン。りなちゃんも大好きなサーモン。なんやねん。これはね、付箋で、うん、これは付箋ですね。こんな感じ。いいね、なんかこれ焼肉かと思ったんだけど。サーモンだね。サーモンです。食べたくなってきた。どんまい。まあなんかノートにさ、貼っとくといいよね。そうだね。あ、お腹すいた次さ。あ、お腹すいた。逆にお腹すきそうやね。食べないでね、食べないでね。で、ガリだね。ガリガリ切って、で、あとはわさび。わさびわさびわさびがペラペラ。でもガリはペラペラだね。お寿司にわさびつける派、つけない派。お寿司はお寿司の甘みを楽しみたい。甘みを楽しみたい。大人やね。大人です。で、はい、これね、はい、いろんな寿司ネタもあって、うん、これね何種類ぐらいあった。何種類っていうか2種類くらいなんだけど、うん、白のお皿もあった、でも黒の方が高級感が溢れるから、うん、確かにね、ね、高いの食べてそうな、うん、美味しいの食べてそうな。奥様大丈夫ですか。はい、ということでアリサがリゴーさんで購入したものを紹介しました。イエイ。みんなもぜひ買ってみてね。せーの。